ちです。今日は家から20分ぐらいしか離れていないハンプトンにあるワイナリーに来ました。ダックウォークっていう可愛い絵がついてる看板ありますね。はい、では行ってみましょう。いつもはロングアイランドの北側、ノースフォークと呼ばれるところに40ほどあるワイナリーを少しずつご紹介していますが、今回は南側のハンプトンと呼ばれる地域に3つだけあるワイナリーの一つを紹介します。ハンプトンは有名人やお金持ちの人たちの夏だけ過ごす別荘が多く、ビーチや観光に来る人たちで賑わう場所でもあります。日本で言うと葉山みたいな感じのところかな。このワイナリーはノースフォークにもあるんですが、今回は家から近いハンプトンの方に来ました。テイスティングセットは25種類のワインリストの中から自分の好きなワイン4種類を選ぶことができて20ドルです。フレンドリーなスタッフが選ぶのを手伝ってくれます。Hi, hello. Hi, I'm good. How are you? So I'd like to do the tasting. So you have a flight, right? Yes. Left-hand side. Mm-hmm. You have all our white wines. They go from dry to sweet. Mm-hmm. Then your white blends and your rosés also go dry to sweet. Mm-hmm. Your red blends, your Gatsby, is going to be served chilled. Mm-hmm. It makes a good mixer for sangria. Okay. And then you have all your reds, your desserts, and your sparkly and bubbly. With the desserts, it's going to be a much shorter pour. Mm-hmm. So don't jump over the counter at me if you order a dessert and it's not the same height. So I do a little cheat sheet for you as well, so you know which one you're sampling. Mm-hmm. Could you show me the bottle? Sure. Thank you. So rosé. Mm-hmm. Now back. Okay. Sorry. Oh yes, it's okay. Thank you. And with blueberry port, you're gonna want to nibble on some chocolate. Thank you. That's cute. Take a sip, nibble, so you get all the flavors. Mm-hmm. Okay. Okay. Thank. じゃあワインを持って今から席、アウトサイドの席に行きます。ほぼ貸し切りですね。今日は平日なんで。週末はライブミュージックもあり、とても混んでいます。このビデオの最後に週末の様子をお見せしますね。あ、この横にある長い建物は美術館なんですよ。渋滞すごいですね。こんな感じで、ぶどう畑を眺めながらワインを飲みます。ここにしよう。このテイスティングセット4種類のワインが飲めます。左上から白のシャルドネ、左下がロゼ、右上が赤のマルベック、で右下がブルーベリーポートワインですね、チョコレートと一緒に味わってくださいということで、ブドウの形したのがチョコレートです。
では飲んでみましょう。いただきます。あ、フルーティーで美味しいです。次はロゼいただきます。あ、すごく美味しい。ペーパーにはプロヴァンススタイルのロゼって書いてありますね。ドライで、うん、なんかいちごとかウォーターメロンの後味。うん、ストロベリーみたいな感じですね。すごく美味しいです。次、3つ目、赤のマルベックいきます。ミディアムボディかな。マルベックの割にはサラッといける感じですね。タンニンもしっかりあって舌にしっかり残る感じです。うん、美味しい。こんなのスイスイいけちゃいますね。最後、ブルーベリーのポートワインです。いってみます。これがいいですね。あ、思ったよりもあんまそんなに、普通のポートワインよりも、普通のっていうのはおかしいですけど、そんなに甘くないです。結構さらっといけます。ブルーベリーの風味がかすかにある感じですね。でも美味しいです、これ。うん、さっきのバーテンダーさんがおすすめするだけあって美味しいです。チョコレート、もうチョコレート溶けてる。うわ、溶けてる。やば、この暑さでもう溶けてます。平日はとても静かでリラックスした感じですが、週末はこんな感じ。
向かいにあるファームは秋になるとハロウィーンのためのかぼちゃを取りに摘みに来る人たちでにぎわうところです。こちらはパンプキンピンキングって言って子どもたちも楽しみにしている行事ですね。わあ、ぶどうなってるなってる。最後までご視聴ありがとうございました。アメリカでのワイナリーやキャンプの動画をアップしていきたいと思っていますので、チャンネル登録してお見逃しないように。では。